3D の木製パズルを購入しました。買ったのは1年半ぐらい前なんですが、その時の価格で4250円でした。細かい部品がたくさんあるせいか、対象が14歳以上ということになっています。実はもう組み立てが終わっていて、残骸しかお見せすることができないんですが、こういった合板の部品が7枚入ってまして、ここからパーツを取り外して説明書通りに組み立てていくというものです。説明書は大変正確に書かれていて、説明書通りにやれば間違いなく組み立てができます。はい、完成したので動かしてみます。大変スムーズにパチンコ玉が流れていきます。実はこれ、多少の手直しがしてあります。組み立てたままだと、玉が止まってしまったり詰まってしまったり、うまくいかなかったんですが、そういうところをヤスリで削ったり、あるいはナイフで削ったりして、微調整をした結果、こうスムーズに動くようになりました。